ニーハマレオン、1996年5月11日台、は、日本の演歌歌手である、男性。所属レコード会社はビーイング。2019年5月1日、令和初日デビュー、として、シングル、話さない話さないでデビューした。1996年、二代目博多の塩の CM ソングで知られる演歌歌手、高木康夫の息子として、 千葉県白石に生まれる、白石内の小中学校及び千葉英和高等学校時代は野球に打ち込んでいた。当時の千葉英和高校は県内の競合校でもあったが、夏の甲子園には届かず演歌歌手の道へと転校した。しかし、父からは進学を勧められたため演歌歌手の下積みとして、カバン持ちや番組出演しつつも大東文化大学に進学して学んだ。 在学中の2017年にはミスター大イコンテスト2017にてグランプリを獲得した。令和初日の2019年5月1日、ビーズやクラキマイなどが所属するレーベル、ビーイングが初めて輩出する演歌歌手としてデビューを飾る。デビュー2日前となる同年4月29日には千葉県成田三新商事でヒット祈願イベントを開催。デビューシングルとなった 話さない話さないは、オリコン週間ランキング演歌、歌謡部門で1位を記録するヒットとなった。2019年5月6日からは、冠番組、はじめまして、僕、新浜レオンです。が、千葉テレで毎週月曜日に放送されている。2020年2月、第34回日本ゴールドディスク大賞の、ベスト、演歌、歌謡曲、ニューアーティスト部門を受賞した。 CD シングル配信シングル2019年にはサンリオが新居浜をモデルにしたキャラクターレオスケを制作した。ありがとうございます。